これを見せる前にお前を作った経緯を話してやろう。それまでのクローン剣士たちはすぐに役に立つように大人として作り上げたが、時間をかけて最高のクローン剣士を作ろうと、過去の名剣士の中でも最も優秀な剣士4人を選び、その4人の細胞を掛け合わせ、赤ん坊の状態から育てていくことにした。これが29号なのじゃ。ところがこの子が3歳になった時、あの忌まわしいクローン剣士たちの反乱が起こったのだ。そしてその騒動の時、29号はどこへ姿を消してしまったのだ。わしの最高の傑作、完全無欠の技と力を持つに違いないクローン剣士29号を探し求めて、わしはこの20年近く中国全土をさまよい続けた。明達崩壊剣。そんなある日、わしはラーメンマンが敵を倒すところを偶然見て、はっと胸に来るものがあった。そして気づかれぬように後をつけ続け、創世猛虎剣。幾度かの戦いを見てきたが、ますます確信を強めたのだった。それじゃあ、ここへ来る途中矢を射かけたり大きな岩を落としたのは？さよう。最後にわし自身で確かめたかったのじゃ。そしてその結果、ラーメンマンよ、お主こそクローン剣士29号が成長した姿に他ならないのだ。ラーメンマン、この京成ミイカの墓暴きも超臨時歴代の名剣士たちをクローン人間として蘇らせ、中国憲法界を牛耳ろうという企みだろう。何？冗談の休み休み言ってくれよ。ラーメンマンがそんなこと企むわけないだろう。しかし。しかし？しかし、何者かがクローン剣士軍団を作って我が国の憲法界を乗っ取ろうとする動きがあると聞いたことがある。わしもじゃ。実を言うと私も耳にしたことがある。だからってラーメンマンだと限らないだろ。第一、私は父ソーメンマンと母ソーニアの子供として生まれたのであって、クローン人間などでは断じてない。そうだよ。イエイ、これでな。そうかな。そこで証拠だが、もしソーメンマン夫婦の子供でなかったらどうする？なんだと？ラーメンマン、これはお前の家の家系図だ。家系図？お前の生まれ育ったという故郷を訪ね、苦労に苦労を重ねてやっと手に入れたもの、よく見るがいい。ニューメンは私の祖父、その息子ソーメンマンは私の父、そして妻ソーニアとの間に、ん？ない、私の名前がない。ラーメンマン、このラーニャというのはもしかしてあのマーボー一座のラーニャさんのことでは？そうだ、私の妹だ。修行中の身であるうちは名乗るまいと決意していたのだ。